皆さんこんにちは、あかりんこと吉田あかりです。さあ今日はですね、韓国コスメ縛りで夏っぽいメイクをやっていきたいなと思います。それでは今日も行きましょう。あかりんの女子力動画スタートです。はい、今スキンケアと日焼け止めまで終わってるので下地からいきたいと思います。デューイフェイスグロー使っていきます。こんな感じでめちゃくちゃツヤツヤの肌にしてくれて、これ最近めちゃくちゃお気に入りで使っている下地です。頬とおでこと顎と鼻につけていきます。で伸ばしていきます。すごい伸びもいいんですけど、めちゃくちゃツヤっと綺麗に見せてくれるので、でなんか若干ピンク色なので肌をピンク白くしてくれる感じもあります。塗りすぎると結構テカテカ見えちゃうような感じはするので、あんまり塗りすぎないようにはしてます。ファンデーションはこちらのエイプリルスキンのマジックスノークッションの22番使っていきます。 SPF50+ PA3+ 入ってます。こんな感じで結構素肌っぽく仕上げてくれる薄付きのファンデーションで、すごく肌が綺麗に見えます。これをカバーしたい中心部分にだけつけていきます。匂いがねめちゃくちゃいい、このファンデーション。はい、今こっちだけ塗ったんですけど、すごいみずみずしい感じで肌にしっかり密着してくれるし、でスキンケアブランドのファンデーションなんで、とっても潤うような感じのファンデーションです。で、まあ、コンシーラー気になる方はやっていただいたらいいかなと思うんですけど、結構カバー力もしっかりあるので、私はイニスフリーのノーセバムモイスチャーパウダー使っていきます。そう、最近ねこれパッケージリニューアルされたみたいなんですけど、ちょっと古いのしか持ってないのでこれをブラシでつけていきます。眉毛の上とかは割としっかりめに、あと目の上も塗りやすいので、鼻周りとかね塗りやすいところにはしっかり目につけていきます。そしてシェーディングはもうずっと使ってるトゥークールフォースクールのアートクラスバイロダンシェーディング使っていきます。これ3つ目ぐらいだけど、そこ見えなんかでも大きさもちょうどいいし、シェーディングそこまでこだわりないから、なんかでかいやつが欲しいなっていうので長い間これを使ってますね。で私最近コントワーペンを使ってシェーディングすることも多いんですけど、結局ね上からパウダーもしないとなんか気が済まないみたいな感じになっちゃって、パウダータイプのシェーディングも絶対にメイクポーチに入れてる。シェーディングはこんな感じで3を描くような感じでしっかりフェイスライン出していきます。そしたらハイライトを使っていきます。ハイライトはヒンスのトゥルーディメンションラディアンスバームの、ライトのカラーです。バームタイプのハイライトになってて、すごい綺麗なツヤが出ます。鼻の低いところ、ここと鼻の頭、ここ2回重ねた、ここは3回っていうイメージ。鼻先が一番高くなるように乗せます。あとこの光がこう一番当たるここ、光との加減を見ながら重ねる感じ。ここにキランってツヤ玉ができるように乗せます。目頭、ここはね塗っておくと肌全体が明るく見えるので必ず乗せてます。で唇の上、で顎先、ちょっとねテカリとかが気になるときは上からちょんちょんってパウダーを重ねます。で眉毛はこれも愛用しているバビーメロのエッジドローイングスリムアイブロウを使っていきます。01番のライトブラウンのカラーで、でこっちはスクリューブラシになってて、こんな感じですごい先の細いペンシルになってます。まず眉毛もね寝癖とかもつれがあるので、こういうスクリューブラシで先に解いてから描いていきます。基本的にいつも通り平行の眉毛にしていきます。私はね眉毛がニコって笑うと下がるので、眉尻が今あるラインより絶対に下がらないように、先を細くするとしてもこっちに向かって、真横に向かって細くするように描いてます。でこういう感じでスクリューブラシでぼかしながら描くと、ペンシルなんですけどパウダー感があってこれは描きやすい。なんか眉尻にすごい長い毛がいるんですけど、これもスクリューブラシで向きを変えて混ぜちゃいます。で後で使うアイシャドウのこちら PHC のソフトモードアイシャドウパレットのソフトコーラルっていう、こちらのねこの前ロフトの購入品で紹介したパレットのここの薄いブラウンをアイブロウに使っていきます。ちょっと太めのブラシにとって間だけ埋めていきます。最近こういう給食パレットをねもうアイブロウに一緒に使うことも多いです。なんか眉尻がおじいちゃんみたい、なんかすごいロン毛じゃないこの眉毛、どうした。さすがに長いので切ります。そしたらヒンスの眉マスカラ使っていきます。こんな感じで先端がかなり細かいのでめちゃくちゃ塗りやすいです。眉頭が若干立ち上がるように、なんか色変えるっていうよりなんか向き変えるっていうイメージで使ってます。そしたらこちらもヒンスのコンシーラーを使って筆で眉毛を縁取っていきます。これするだけでね
眉毛綺麗に見えるし、なんか美人顔に近づくので、めんどくさいけどこの工程やった方が盛れるよ。そしたらアイメイク入っていきます。ビューラーは韓国コスメがなかったので資生堂使っていきますね、いつも通り。でも最近さ、ちょっとさ、もうセルフまつげパーマキットみたいなのをね、流行ってるじゃないですか。あれを買ったんですよ。ちょっと今度レビューするわ、自分でちゃんとできるか自己理想。 PHC のアイシャドウに戻りまして、ここのカラーをアイホール全体に塗っていきます。上はマットで、下をちょっとラメのせようかなって思ってるよ。結局私パーソナルカラー診断さ、行かずにここまで来てんねんけどさ、実際なんやと思う？私自分でも分からへんねんな。あ、これちょっと下にも塗っていきますね。多分ね、イエベ春だと思ってるんですけどね。ファンの人があかりんはイエベブルベっていろいろ言ってくれるから、そろそろ答え合わせしに行こうかなとか思ったり、まあかといって別に縛られるつもりもないし、使いたい色はこれからも使うんですけど、まあ、もしかしたら自分が今まで避けてきた色が使えるかもしれないし、逆にパーソナルカラーってその色を目立たせたい時はパーソナルカラーじゃない色を使ったりとかするとか、いろんな使い方があるみたいなんで、ちょっと行ってみてもいいかなみたいな。ちょっと食わず嫌いはやめた方がいいな。なんかもうほんと最近いろいろあって自分を見つめ直してるんです。温かく見守っていただけると。こんな感じで目の際と上まぶたつけたら、この濃いオレンジちょっと取りまして、目尻側に重ねていきます。可愛くない？この色。なんかやっぱベージュとかの洋服をよくね着るからね、オレンジメイクの回数増えたね。だったらもう一回オレンジ取って目尻側にも重ねます。まあ、いつも忘れんねんけど、先に本当はコンシーラーで涙袋を作った方がいい。これまたさっきの品質のやつね。これ忘れるよな、あるあるちゃう。ベースメイクの段階でやった方がいいか。これはいつやるべきなのか。そしたら細めのブラシでさっきアイブロウに使ったここのカラーを涙袋の影に使っていきます。はい、こちらのアイシャドウを使ってこんな感じに仕上げてみました。そしたらちょっとね、ラメのカラーがどれも私的には目の下に今日は使いたいって思う色がなかったので、持ってったはね、これは韓国で買ったんだけど 3CE のポットアイシャドウベビードールっていう、こちらのラメをね、だいぶ前に韓国に買ったんだけど、これめっちゃ可愛くて、これを筆に取りまして、この目の下にキラキラ入れていきます。なんか丸目に見せたいから黒目の下に重ねる感じ、あまりを目頭に行く感じ、こんな感じ。可愛くない？このキラキラ。そしたらこれさ、ちょっとテロップで書いとくんですけど、どこのやつなの？これも韓国で前にいた時に買ったアイラインなんですけど、これすごいペン先が細くて描きやすいの。これちょっと目尻ちょっと下げる感じで、いつも通りアイライン描いていきます。これはまあいいんですけど、めっちゃ、まあ、持ってるキャンメイクで全然いいと思う。私が韓国にいた時はね、そんなキャンメイクもまだバズってなくて、これ買った時はこれすげえと思ったけど、日本でねジェルライナーめちゃくちゃいろいろ出てきたから、まあ、これはこれじゃなくてもいいと思う。マスカラはこちらを使っていきます。ミルクタッチの、オールデイロングカールマスカラのブラウンのカラーです。ブラシはこんな感じで、色味は若干濃い赤茶系ですね。若干の繊維が入ってます。でお湯落ちです。これはこれはね、すごいねダマにならず綺麗に塗れるマスカラ。お湯落ちの割には結構カールキープもしてくれるし、なんかすごい綺麗な長いまつげになります。なんかちょっとアイラインすごい雑音、もしかして。ちょっと後で修正します。下まつげいい感じ。ちょっとアイラインを修正します。ミルクタッチのシャイニーピーチ02番のカラー使っていきます。こんな感じの薄めのピーチ系のカラー、筆で塗っていきます。結構内側に可愛らしい感じに楕円形にポッて塗ります。はい、でリップもミルクタッチの、ジージェリーオーリップティーピーチベアっていうカラー使ってきます。手に出すとこういうみずみずしいウォーターティントです。うん、かわいい。やってもたー。ちょっと人中が短く見えるようにオーバーリップにしますね。はい、メイク完成。髪の毛セットしてきます。はい、メイク完成しました。え、髪色変わってねって思いましたよね。全て説明しますと、まあ、さっきメイク動画を撮ってお仕事に行ったんですよ。でお仕事の帰りに美容院に行ったんですよ。で美容院でこのメイク動画を編集してたんですよ。
そしたらなんとエンディングがなんでかわからんけどまだ取れてなくて、髪色変わっちゃったよねっていうことあるって、メイク完成しましたって髪暗くなってる人あんま見ないですけど、すいません、髪色変わりました。まあでもこのメイク、暗い髪の毛でもまあ可愛いんじゃないかなって思います。はい、ということで髪色は変わってますが、あのポイント整理していきたいなと思います。結構最近大人っぽい系のメイクが多かったので、ちょっと童顔になるような可愛らしい感じのメイクにしてみました。オレンジ系なんですけど、結構ピーチ系のカラーを結構使ってる感じで、なんかそのチークの位置とかもちょっと内側にしたり、目も丸く見えるように縦幅ができるようにメイクしてみました。この涙袋の描き方とかね、このアイシャドウで作るこの影とかがすごいちょうどよくていい感じ。まあ、髪色変えてきたぐらいだから、さっきメイクしてから結構時間が経ってて、あのこのファンデーションね、マスクに結構つく、でもなんかドロドロに崩れてこなくて綺麗に崩れるので、私は全然許容範囲でめっちゃ使いやすいなって思ってるし、肌がくすんだりとかは全くなくて、ちょっとファンデーションがマスクに移っちゃうかなってぐらいでしたね。でマスカラは結構カールキープしてくれてますね。このリップね、リップはなんか色すごい可愛いんだけど、足せば足すほどやっぱティントなので、なんか赤っぽく濃くなる感じがするな。なんか上から上から足してると唇が赤くなっちゃったなっていうのはあるかな。だからまあティントなのでそれはしょうがないかなっていう感じです。はい、っていう感じで今日は韓国コスメ縛りで夏っぽいメイクをやってみました。そして髪の毛の色も変えました。これはねプラチナとバイオレットっていうカラーが入ってるみたいですよ。はい、ということで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことしたあかりでした。